試合前のスポーン1選択で弁護士が墓場に湧いてたから来てみたが。やったか？これ。まんまとおびき寄せられてお散歩させられてる。試合開始からまっすぐ墓場に向かったのになんで耳鳴りすらしねえんだよ。そりゃ相手だってそういう逃げ方ができるから墓場スポーン選んでるんだろうし。むむむ。いやしかし本当にまずい。リッパーでこんな散歩しちまうのはほぼ負けたようなもんだぞ。ジャック、6歳、第一村人なし、存在感なし、移動スキルなし。リッパー生きていけないよ。おーおーおー。悲痛な叫びだな。とまあいつもの愚痴はこれほどにしておいて患者発見だ。おっここら辺開けてるから鍵詰め使えなそうだしまだ巻き返せるんじゃない？へっへって患者よ、いたわりフェイントに引っかかっちまったな。序盤がバッタ分お前は即死してもらうぜ。なんでこんな真似すんの？もはや何度見たか忘れた光景。もう殺すしかなくなっちゃったよ。はいはい、こいつは必ずダウンを取ってやる。いやでも刃ないし鍵爪も使わせれてないよ。は、鍵爪なんざ知ったことか。そんなもんに系使ってルートを制限すれば使えねえ。ってなわけで死ね。お、本当に鍵爪を使わせずに倒した。よし、暗号機はまだ上がってないし結果的にそんな時間は使わなかったな。中央を回してた傭兵さんにも圧かけれてるし、あれ案外いい展開じゃない。初手を散歩しても巻き返せる。やっぱリッパーは最強ハンターだな。それ本当に思ってますか？やわけねえだろ。勝つためにはこういう地道な刃の積み重ねが重要なんだよ。まずは傭兵のダウン、これでまた一歩勝ちに近づいたぜ。いいね。あとは患者さんに鍵詰めでめちゃくちゃ距離を離されなければダブルダウンも取れそう。お、患者よ、2階から降りたのはアッシュだったんじゃねえか。残念だがその鍵詰めは使わせねえ。ナイスボディブロック。よしよし、これでダブルダウンも取れたしだいぶ有利になった。次の救助役は結構離れてるだろうし中距離キャンプもできそう。ちょっと待て、お前どこでダウンしてんだ患者。完全に電車の下に潜られましたね。こんなので時間取られてる余裕はねえのに。タイミングが合えばだけど確実に時間を稼げるこの技は強いよね。よ、よしようやっと担げた。今ので10秒以上時間無駄になったんだが。なんか耳鳴りしてるし中距離キャンプはできなさそうですね。マジであの電車許さん。どうせこの耳鳴り骨頭症のだろうし、あいつも絶対フラコ持ってるだろうから狩るのはむずいぞ。まあまだ暗号機3台かつ傭兵さんダウンしてるし粘着されないように注意すれば3通以上はいけるでしょ。まあ確かにそれもそうか。と骨頭発見。とそれ当たるのはだいぶ話が変わるな。あれこれ傭兵さんダウンしてるし患者さん飛んだんじゃない？弁護士も今から救助には来れないだろ。こんなやもう骨頭の症なんざいくら食らっても問題ねえ。いた倒しなんざ不完。患者さんは飛んだし骨頭症さんのダウンも取れた。一気に有利状況まで持ってきたね。ああ、だがこうなったらもう価値格まで持ってきたいよな。ってなわけで危機一発を吐いたのにのこのこ中央を上げようとしていた傭兵、お前は殺す。さあ突然の殺意が傭兵さんを襲う。こいつあと何個肘当て残ってんだ？まあどうせこんな開けたとこに出ちまった時点で関係ねえが。てめえはもう起き上がれねえ。おとなしくマップの隅で寝てろ。これで骨頭症さんを釣ればあとはもう弁護士だけ。そんじゃ IK で骨頭のとこまで戻って裏から傭兵を起こされに行かれることを警戒してやや寄せる。そしたらあとは弁護士が近づけないようにルートを見張っておけば OK だな。これ今弁護士はどこにいるの？どこやねん。む、ついに関連して出てきたか。刃外したりすると面倒だからしっかり決めてよ。安心しろ、今回はちゃんとかっこよく決める。当てた。ふ、この俺が毎回最後はガバると思うなよ。ドッペルさん、次の試合行こうか。結局またガバりましたね。次の試合行こうか。なんで最後板突っ込んだんですか。次の試合に行きます。む、無理やり次の試合に飛ばしただと。はい、というわけでやっていくぞ。よお前ら楽しんでるか。ドッペルだぜ。あ、もう普通に挨拶まで始めたしこの人。さっきです。彼は突っ込むのを諦めた。さて今回の動画だが、みんなに一つ聞きたい。最近このチャンネル、スマートさが足りてないとは思わないか？思わないね。しまったこのチャンネル自己肯定感の高いやつしかいねえ。まあとにかく、今回はスマートさを意識しながらプレイしていくぞ。スマートさって、具体的にどんなプレイするのさ？そうだな、例えば初手は刃を外さず即死を取るとかミスった。え？こういう風に相手の動きを予測して刃を当てるとかだな。いやあなたさっき思いっきりミスったって言ってたでしょ。記憶にございません。よくありますよ。よし、そんじゃエンジニアは釣ったから中距離キャンプしに行くぞ。あれ今時間飛んだ。小屋側の暗号機は揺れている。ってことは中央と工場側を警戒していればいいな。まあまずは一番近い中央を見に行くぜ。中央にいるのはオフェンスさん。一番救助に来そうだけど向かってくる気配はないね。ふむ、ということは工場側が怪しいな。工場側にいたのは確か玉芸師だったはず。この距離で耳鳴りするし本当に来てそうじゃない。今一瞬姿見えたぞ。あ、工場に戻って行ってる。小屋側は依然解読中。小屋9割救助狙いか。さすがに結構な即死だったからね。とオフェンスさん向かってきてるよ。玉芸師もオフェンスも動いている。
こりゃ相当海賊も回ってないな。そんでここで一発食らわせればあとはイケイで詰めるだけ。タックルにさえ気をつければオフェンスも枯れるな。あ、待って、今一瞬玉芸師さんいなかった。マジ？いや、ほんとジャン。工場内に戻ったと思ったがまさかのダブル救助かよ。これは救助狩りできなくなっちゃったね。まあいい、どっちみちエンジニアは半分超えている。ひとまず玉芸師に負傷を巻いてその後ダウンを取りに行くぞ。エンジニアさん、ジェット噴射使えるけどそんなのんびりしてていいの？まあこいつのジェット噴射言うて傭兵の肘当てよりは短いしな。対空噴射もファーチェの時に使い切ってたし、まあ悪さはできんだろ。うん、冷静だねー。ふっ、なんてったって今回はスマートなプレイを心がけてるからな。とエンジニアは板に向かってるか。ここは確実に刃を当てるためにギリギリまで待つ。ドッペルさん待ちすぎて避けられてますと見せかけて、実はフラコ確認とエンジニアを板が使えない場所まで追い込む高等テクだったんだよね。無理があるって。マートにも角にも早速一人目を飛ばせたし、さっさと二人目のダウンも取るぞ。お、玉芸師さん鱗持ってる。もしかしてそれ使っちゃう？残念、リッパー相手じゃただ攻撃硬直消すだけなんだよな。ただ攻撃からぶって工場までは行かれると。うるせえみんな、みんな、なんか今日スマートなプレイをするって言っておきながらいつもとあんま変わんなくない？初手の即死はまぐれだし、今の鱗もなんか決まりきらないし。ぐ、これこの後恐怖取ったとしてもさすがにスマートさが足りないよ。そもそも恐怖の一撃はスマートなのだろうか。むう、まあ確かに、少し気を入れ直す必要があるらしいな。だったらちょうど今追ってる玉芸、こいつをスマートに倒してやる。くらいジャンプ避け読み合えば、玉芸師が飛んでくることを予測してあえてずらして刃を打つ。これはスマートだろ。6点。え？プレイが本人の PS によるものか、それともまぐれなのかの判別がしづらく、また玉芸師が刃に突っ込んだようにも見えてしまったため2倍的にもやや減点。よって今のプレイは6点となります。なんか勝手に採点されたんだけど、安易にスマートなプレイなんて言ったから審査員の人来ちゃったね。審査員の人って何？まあいいか、ひとまず今は試合優先。のこのこ教授が救助に来やがったから勝ってやるぜ。おお、まさかの救助狩り？9点。え？まず刃を確実に当て、さらにそこから通常攻撃でのダウンまでの一連のテンポがよく好印象。通常攻撃も一度体を壁に隠すことで教授が反応しづらいようにしていたのもさらに加点ポイントと判断。よって今のプレイは9点となります。さっきからプレイの評価がガチなんだけど、この人そりゃ本職だからね。だからプレイ評価の本職って何なんだよ。なんかさっきからいいプレイでき始めたのに調子が狂う。さあ、そして試合の方ではオフェンスさんが玉芸師さんの救助へ。結構長めのタックルをしてきたからもうボールは残ってないようにで教授担ぐぞ。そして釣ったら即透明化して玉芸師を追う。玉芸師さんを強固時から動かしつつ釣り回数も増やしておく。うまく動けてるんじゃない？さあ、そんで玉芸師は開けたとこに出てくれたな。弾を使う気だろうが進行方向がバレバレだぜ。またジャンプ読み合えば、今回はさっきよりかっこよく決めれたな。あ、もう採点しなくていいです。おや、残念。さあ、そして俺は見逃してなかったぜ。玉芸が半分超えてたのよな。オフェンス、タックルホームラン。これは完全に波が来てる。なんか急にプレイがスマートになってない？このままかっこよく試合を終わらせてみせる。イケイと刃は溜まってオフェンスはいたば。消えた。イケイワープフェイントからの霧の刃だー。おやー、これは間違いなくスマートなプレイ。そしてそのまま投稿で4釣りと完璧すぎだぜ。前半はちょっとあれだったけど、まさか試合の後半に怒涛の追い上げをしてくるとは。やっぱたまにはかっこよく終わる動画もいいな。対戦、ありがとうございましただぜ。